暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は収納を変えて家事ストレスを減らすというテーマについて、水越美恵子さん著、物が多くても狭くてもできる、いつでも美しく暮らす収納のルールをもとに考察していきます。今回の著者、水越美恵子さんは一級建築士、キッチンスペシャリストであり、住宅設計からインテリアコーディネート、収納計画なども含めたトータルでの住まいづくりを提案しています。そんな住宅のプロである水越さんは、収納が変われば人生が変わると述べています。収納にはルールがあり、それにのっとれば家事も効率よくこなすことができ、家で過ごす時間がより快適なものへと変わるのだそう。本書は収納に向き合うことで自分自身の人生を見つめ直す、そんな一冊となっています。一言で言うと、散らからないは収納で作れるです。部屋が狭くて散らかってしまう、片付けが苦手だから散らかってしまう、物が捨てられないから散らかってしまう、そんな声に水越さんは収納で解決することができると語っています。たくさんのお宅を訪問してきた水越さん曰く、収納がうまくいっている家はほんの一握りなのだそう。持っているものに対してスペースが足りなかったり、収納スペースが生活に合っていないこともあるそう。今の家のままでもできるの？と思うかもしれませんが、動線に合った収納を考えて収納を作ることができれば、リフォームや建て替えをしなくても散らからない快適な家は作れるとのこと。早速水越さんと一緒に快適を増やす収納作りを始めていきましょう。本日のお品書きはこのようになっています。収納を変えて家事ストレスを減らすについて、3つのポイントにまとめてみました。1、収納の基本のルール。2、コックピット収納で快適キッチン。3、家族の片付けにはマイカゴ。それでは参りましょう。まずはじめに、1、収納の基本のルールについて解説していきます。何かをしまいたいとき、そういえばあの場所のスペースが空いてたからとりあえずしまっておこうと考えて物を入れてしまうことがあります。しかしそうしていくうちに家の中がどんどん片付かなくなってしまうと話す水越さん。収納の基本は使う場所の近くに物があることです。ぴったりはまる場所があったからとしまっても、動線に合っていなければ意味がありません。使う場所から遠いと片付けるときに面倒なのでストレスになり、物の出しっぱなしが増えてしまいます。物をしまう場所はどこで何をしたいかを明確にして見直してみることが大切です。行うこととセットにして物の指定席を決めるのがポイントです。また物を注意深く観察して、出しっぱなしになっている、家族によく場所を聞かれる、場所が遠く感じられる、出すのが面倒に感じる、よく行方不明になるという点があれば、物の置き場所を見直してみるのがおすすめです。子供が勉強するなら机と文具や教科書は近くに集約する、夫が上着を脱ぐなら脱ぐ場所に収納を作る、パソコンを使うならデスクにいつも使うデバイス以外置かないなどのように、収納と動線をセットで考えることで無駄な動きを減らせて、出しっぱなしやなくし物も減り、忘れ物をして困ることも減らせるようになるそうです。空間が空いているから使おうではなく、物を使う場所のそばに指定席を作ることが収納であるということを覚えておきましょう。続いて2、コックピット収納で快適キッチンについて解説していきます。家事をする際、歩数を気にしたことがありますか？家の中の歩数なんてたかが知れていると思っている人がほとんどだと思います。しかし水越さんは、家事の歩数とストレスは比例すると述べています。
洗濯に関して言うと、洗う、干す、しまうという工程がありますね。干す場所としまう場所が遠いと、持っていくのが面倒になって、とりあえずリビングに置いておこうというようになりがちです。動線を改善してみると、思いのほか快適に家事が進むようになると水越さんは言います。また水越さんはキッチンの収納に関しても歩数の少ないコックピット収納を進めています。乗り物の操縦室のコックピットのように歩かなくても振り返ったり手を伸ばしたりするだけで必要なものが手に入り、調理中の動きを少なくしてストレスを減らします。調理しながら背面の食器棚から皿を出す。フライパンはコンロ下の棚から出し入れする。冷蔵庫から出した飲み物をすぐに注げる位置にコップを置いておく、などセットで考えるとキッチンスペースがより使いやすいものへと変わります。水越さんの例では、炊飯器としゃもじ、茶碗、電子レンジとラップ、ゴミ袋とゴミ箱、冷蔵庫とグラス、これらのものを近くに収納できるか考えてみてください。忙しい人ほどその効果を実感できるのだと水越さんは語っています。最後に3、家族の片付けにはマイカゴについて解説していきます。家族が共用で使う場所というのはどうしても散らかりやすく、何度行っても散らかってしまうと悩みがちです。そこで家族が物を出しっぱなしになってしまうという悩みにはマイカゴがおすすめだという水越さん。以前は化粧品や洗面用具を家族共有で使っていたそうですが、現代のライフスタイルに合うのは家族それぞれが自分のものを自分のカゴで管理する方法だと水越さんは語っています。下着やパジャマなども一人に一つずつ、朝の水くろいに必要な小物も各自のカゴにまとめて入れて、使い終わったら戻すルールにしておきます。カゴの中に関しては少々乱雑でもはみ出さなければ OK としているそう。洗面所などの狭い場所ではみんなが出しっぱなしにしてしまうとすぐに散らかってしまいます。それぞれのカゴで管理して使う時に持ってくるスタイルにすれば散らかりを防ぐことができ、同時に家族それぞれが物を管理する能力を養うことができるので、いいことずくめですね。水越さん曰く、子供でも小さい時からこのようにルールを教えておけば自分で片付けられるようになるといいます。マイカゴ収納をぜひ試してみてください。水越さんは、私たちのライフスタイルはどんどん変化し、親世代とは異なってきていると話しています。しかし家の作りは昔とそれほど変わっていないのだそうです。家の作りに縛られて生活していると知らず知らずのうちにストレスになってしまいます。家に合わせるのではなく、人に合わせることで人生をもっと自由にできる。収納を変えることで人生を変え、もっと自由に暮らせるとチャンネルでは感じました。ではこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、空いたスペースにしまうのではなく、使う場所のそばに指定席を作ろうということ。次に、家事の歩数を気にしてみると収納場所が見えてくるということ。そして家族が散らかすならマイカゴ設置でストレスを軽減しようということでした。収納を変えて家事ストレスを減らすの解説はいかがでしたでしょうか。概要欄に今回ご紹介した本の詳細がありますので、チェックしてみてください。お片付け研究室チャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しています。チャンネル登録をして新情報をゲットしてくださいね。それでは次回の研究動画でまたお会いしましょう。